レウリー・ガルシアは、ドミニカ共和国サンティアゴ州サンティアゴデロス・カバリエロス、出身のプロ野球選手、右投両打。MLB のシカゴホワイトソックス所属。愛称は、マルモジェト。2007年12月5日にテキサスレンジャーズと契約。2008年は、傘下のルーキー級アリゾナリーグレンジャーズで41試合に出場し、打率 209.14 打点、12盗塁だった。2009年は A 級、ヒッコリー・クローダッツで83試合に出場し、打率 232.1 本塁打、18打点、19盗塁だった。2010年は A 級ヒッコリーで89試合に出場し、打率 262.3 本塁打、22打点、47盗塁だった。2011年は A 級マートルビーチペリカンズで109試合に出場し、打率 256.3 本塁打、38打点、30盗塁だった。2012年は A 級フリスコ・ラフライダーズで100試合に出場し、打率 292.2 本塁打、30打点、31盗塁だった。オフの11月20日にレンジャーズとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2013年は開幕前の3月に開催された第3回ワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表に選出された。同大会でドミニカ共和国は優勝している。シーズンでは2月18日にレンジャーズと1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。4月6日のロサンゼルスエンゼルスオブアナハイム戦でメジャーデビュー。8回裏1死から代打として出場したが、三振に終わった。25試合に出場したが、打率は192まで落ち、6月15日にAAA 級ラウンドロックエクスプレスへ降格した。AAA 級ラウンドロックでは47試合に出場。打率 264.4 本塁打、19打点、12盗塁だった。2013年8月9日に成立したトレードの後日発表選手として8月11日にシカゴホワイトソックスへ移籍。8月12日にAAA 級シャーロットナイツへ移動した。8月22日にメジャーへ昇格した。移籍後は20試合に出場し、打率 204.1 打点、6盗塁だった。2014年3月1日にホワイトソックスと1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。4月16日のボストンレッドソックス戦では、延長14回表から登板し、決勝打を打たれて負け投手となった。6月4日のロサンゼルスドジャース戦では、3回表の第1打席にジョシュ・ベケットからメジャー初本塁打を放った。同年は74試合に出場して、ホームランを6本放ったが、打率は166と前年からさらに低下した。走塁面でも不振で、盗塁は成功1に対して失敗5だった。守備では内外野のユーティリティ選手として起用され、三塁、二塁、中堅、遊撃等のポジションを守った。2015年は開幕からマイナーオプションで、AAA 級、シャーロットナイツに在籍し、9月1日に、セプテンバーコールアップによりメジャー昇格した。このため出番が激減し、前年比で約4分の1となる18試合の出場に止まった。成績は、打率 214.1 打点、1盗塁だった。守備面では、前年に引き続き、内外野の数ポジションを守ったほか、メジャー初登板も果たし、三振を一つ奪った。2016年も開幕からマイナーオプションでAAA 級シャーロットナイツに在籍し、9月6日にセプテンバーコールアップによりメジャー昇格した。中堅手で16試合に出場したのみである。ただ、実際には18試合に出場しており、成績面では打率 229.1 本塁打、5打点、2盗塁を記録した。守備面では、16試合でセンターを守った。2017年4月15日のミネソタツインズ戦に先発出場し、アビサイル・ガルシア、ウィリー・ガルシアも先発出場していたため、MLB 史上初の同じ姓の選手が3人先発出場したことになった。2019年は140試合の出場で打率279、8本塁打、40打点とキャリアハイの成績を残した。2020年は16試合の出場で打率271、3本塁打、8打点だった。ありがとうございます。